最近その、年始の番組で、はいはい、アカシックレコードが読めて、あ、人類の未来と過去が読めますって言ってる嘘つきをメディアに流すが、はいはい、僕の中ではアウトなんだよね。超常現象的なものがあるよねというのをメディアで流してしまうとさ、うん、その先祖が苦しんでるんだからこの壺を買いなさいって言ってる人が、人を騙してるよねって言えなくなっちゃうじゃん。そうね。ネタですよ、嘘ですよとか、もしくはなんかツッコミ、なわけあるかいってツッコミが入るとかであればいいんだけど、あれを言ってる言い分をそのまま流してると、アカシックレコードあるんだって思い込んじゃう人がいて、アカシックレコード見たいでしょ、500万円なんですよっていうのが成立しちゃうから、だってテレビでもやってたんですよって言えちゃうじゃん。まあ、一応フォローするわけじゃないけど、終始バカにした空気ってやってたよ。いや、だからそう、バカにした空気なだけじゃダメで、やっぱ明確にそこは否定しなきゃダメなんだよ。怒ったバカにした空気が読めない人もいるから、先祖とか宇宙人とかっていうのは、人に不安、要は自分も関わる可能性があって、はいはい、本当にそれがいるんだったらこうだよねっていうのがあるんだけど、うんうん、日常生活と接点のある形でデマを混ぜるというのは僕は違うんじゃないかなっていう価値観。自分自身で別になんかそういう本を読むないんだよ。だから僕月刊ムーンは大好きなのね。ああ、はいはいはい。だからお金払って月刊ムーンを読む人たちは別に全然いいと思うんだよ。自分のね、うん。ただテレビはたまたまつけた時にたまたま流れてくるから、うんうん、そこのなんか受け止めるその準備ができていない人は見たらそれはそのまま信じてしまうので、ああ、確かに。なのでなんか23時以降とかにするべきなんじゃないかな。ああ、まあ少なくとも大人の人たちのみにするとかね。うん、事実ですから。アカシックレコード。ニュータ君、見て。アカシックレコードが、ね。目がね。カメラに向かってやらないと伝わらないんだけど。アカシックレコードがね。